お疲れ様です。出雲警部が誘ってくれるなんて珍しいですね。実はお願いしたいことがあって。やっぱり。何ですか？ここにオペラ歌手、菅野美晴殺人事件の容疑者、西野北郎。あの事件は確か証拠不十分で終わったはずじゃ。捜査令状は？誤認逮捕は今マスコミにバレたらうさいですよ。どうするんですか？心霊捜査。心霊捜査？イギリス、アメリカ、海外で心霊捜査は常識なの。これまで多くの難事件を解決してきたわ。ビールちょうだい。はい。あれ？あんた、あの時の刑事さんだろ。何やってんだこんなところで。あの事件なら終わったはずだろ。いいえ、まだ終わってないわ。やったのはあなたでしょ。ええ、そこは。殺された美晴さん。あなたしか知らないわ。バカだお前。死人に口なしって言うだろ。今さら何にも出てきゃしねえよ。そうかしら。だったらすぐ美晴をここに連れてきてみろよ。いいわ。面白い。早くしろよ。いつまでも待っちゃいねえからよ。おい、ビール早く出せよ。おーい、前だ。おい、まだですか？ようこそおいでくださいました。こちらです。遅くなりまして。なんだよこれ、ただのおっさんじゃねえかよ。美晴が来んじゃなかったのか。恒例に付き合える？はい、やってもらいましょうか。では、恒例を始めます。
誰？菅野美晴、オペラ歌手。生年月日と生まれた場所は？1978年2月23日、東京都大田区。よく調べてきたじゃないかよ。あなたを殺したのは誰？そこにいる西野喜太郎です。証拠は？言うなよ。息が止まり倒れた私を見つめながら、泣いているあなたを空から見ていた。黙れ。あなたのような手についた私の爪痕、消せない傷跡。ふざけるなよ。容疑で逮捕する。待て！Thank you.
뜨서